エンジョイポケモン、ガチポケモン、昆布出すということで、こちらにポップがある通り、私の、飼い猫が実は脱走というかいなくなってしまって、結果2週間後見つけることができました。まさにね、ちょっと奇跡だったんですけども、多分こちらの動画、その迷い猫になってしまった人たちも見るとは思うんで、私が取った行動でこうやって見つかったという一例の方を少しお話しさせていただければと思います。まず私の取った行動はこちらにある通り、いなくなって2日ぐらいして、家猫だ、ほぼ家猫だったんで、家のこの外周から出ることはなかったんで、2日ぐらい経って、あ、これはもう本当いなくなったなって思って、こちらのポップの方を作りました。迷い猫探してます。こちらね、ワードでね、簡単に打ち込んで、で、ある画像をワードに貼り付けただけで作っております。で、自分のね、LINE の QR コードを外出して、それを貼り付けて、もし情報があればくださいというような形で、こちらのを作りました。そして、こちらを作って、ポスティング、いろんなところにこう、近所にポスティングまではしなかったんですけども、こちらの方を警察署の方へ届けました。近くの警察署。警察署に届けると、基本的にはその自分の落とし物という扱いになるので、猫ちゃんも、落とし物扱いで登録することができます。まずはね、何か情報が来たら警察からも、情報が来るようにということで警察に届けました。しかしながらね、実際前にもちょっといなくなってしまって、警察署に届け出は出しますけしたけども、警察署から連絡が来るってことはまあほぼないのかな。ワンちゃんの場合はなんかこう多いらしいんですけども、で続いてやっぱり保健所の保健所さん、地域の保健所さんの方にも届け出しました。こちらのポップを持ってって、ポップやね、写真を持っていくっていうのは大切なことだと思います。あとはですね、保健所さんで、メールで写真の画像を送ると、それをホームページ上で、迷い猫として、アップしてくれますので、保健所さんに登録するっていうのは大切でした。その他にもなんかこう道路で引かれて死んでしまったんじゃないかと思って、私個人的にその県道市道だったりの道路公団の方へ連絡させていただいて、猫ちゃんの、ここ 2,3 日で猫ちゃんがこう道路で引かれて回収したという報告はないかというようなお伺いを電話で聞いたりしてました。幸いね、こちらの画像にある通り、うちのこの大福なんですけども、赤い首輪をしてまして、首輪をしているっていうのはね、最大限の、ギリギリもう最低限ですね、最大限じゃなく最低限の、迷った場合の、助けになります。首輪はねしておいた方がいいと思います。この首輪のおかげで、見つかったっていう言っても過言ではないような状態でございます。で、結果どのように見つかったかというと、2週間後に保健所さんから連絡し来まして、でとってもありがたい、一般市民の方が、首輪をつけてる猫を見かけましたという報告を保健所さんにしていただいて、保健所さんから、私の方に連絡が来ました。本当ありがたい。連絡来て本当ありがたかったです。で、来た内容が、私の家から新国道って大きい2車線2車線の道路があるんですけども、そこを私は、うちの大福がそこを渡ってもう一つ違う区画に行ってると思いませんでした。実質猫ちゃんっていう、猫ちゃんはメスだと300メートル、オスだと500メートル、遠くて1キロ。そのぐらい離れるともう迷うらしい。そういう記事はね、まあいろいろ上がってるとは思うんで、まさかね、その大きい道路を挟んで向かい側の地区に行くと思ってなかったんで、私個人としてはそっちの方までね、車でさーっと通るんですけども、探しには行きませんでした。で、見つけるポイントとしては、私、たまたま、うちの大福が探してる時に、そっちの区画の小さな道路だけども、そこに出てきてるのを見つけて、大福、大福って呼んで振り返ってもらって、それで見つけることができました。
基本的にどなたかの家の裏とかそういう軒下とかに隠れてます。なんで名前を呼んでもなかなか出てこない、ね、猫ちゃんっていうのは多分見つかりにくいかもしれない。私はもうほんとラッキー、もう 2,3 日2回3回って2,3 回その場所を探させてもらって、たまたま大きな道をポコポコポコって歩いてるのを見かけたから見つけれましたけども、1日目探しに行った時あの道路の方に出てなかったんで見つけれなかったんですよ。2日目探しに行ってたまたま道路の方を歩いてるのを遠目に見つけたんで、そこまで行ってその家の後ろの方にこう隠れに行ってしまって、それを見つけることができました。見つけてからは必ず見つけに行くときはご飯チュールだったり大好きな好物のご飯を持っていくってことが最大限です。実は2週間ぐらいでちょっと野生化してて名前呼んでもこう分かってもらえない状況でした。ただあのご飯の記憶はあるんで、チュールのあの見る記憶はあるんで、それに寄ってきて食べさせて、こう近くまで来て食べさせたのを捕獲して捕まえれたというような感じでございます。まずはですね、情報をくださった一般のそのホームページだったりを見てくれた方にとても感謝でございます。首輪をねつけてなかったらね、その報告をが来てなかったと思います。でここで私もう一つこれはやっぱしておいた方がいいなって、病院で本来であれば IC チップだったりを入れてもらうのもいいんですけども、私の個人で最大限できる、AirTag、iPhone の、Apple の AirTag の方をつけることにしました。見ていただければわかる通り、このような、AirTag を買って、AirTag が入る首輪を買って、位置情報がわかるような、そういったのを、しておくことにしました。これがね、使われないことが一番なんですけども、一応こういった方法もあるということで、皆さんにもエアタグだったり IC チップだったり飼い猫には、つけておくことをお勧めします。そしてね、人間のね勝手な想像でね、猫ちゃんは外に行きたいっていう風な勝手な思い込みは本来ね、いけないわけなんですよ。家猫だったら家で完結して全然それで猫ちゃんっていうのは本来幸せらしいので、外を見てるから外に行きたいだろうっていう形で本来外に出したりすると本当にね、どっか道路に行って引かれてしまったり、どっかの家に迷惑をかけたりっていう部分が出てくるとは思いますので、それぞれ猫ちゃんのそのどういった行動を取るか、どういったところがっていうのをね、ちゃんと飼う以上は調べておかなきゃいけないっていう部分だと思います。私も反省です。もう家にほぼ家猫なんだけども、外に出たとしても外周から出なかった猫なんで、まあ大丈夫だろうなんてね、自分勝手なね思い込みを反省するばかりでございます。脱走劇でございました。2週間後見つかって本当に良かったです。本当に一般の方々のその情報協力、やっぱ情報はばらまくっていう SNS 時代なので、いろんなところでばらまくっていうのは大切だと思います。フォロワーの多い友達にもあげてもらったりなんなり、話題を広げるってことは本当大切なことなんだなと思いました。以上、本当帰ってきてくれてありがとうございました。ご報告というか、まあはい、ありがとうございます。大福、首輪ももうだるだるじゃん。もうここあたり変、骨だけなあ。もうお腹すいて食べたいだろう。大福なぜ逃げたお前は、海鮮市から魚町です。特に午前は海底になるところがあるでしょう。午後から少し雲が増えますが、雨の降ることはなさそうです。こら、最高気温今日より1度から2度お前を乾かすのが大変なんだぞ。こら、花粉情報です。沿岸では多く、内陸では上空やろう。はい、ではペアリングしていきたいと思います。 iPhone 同士なら、まずはですね、このタグのシールをこっちから表面から
外していくと。外していきます。で、ここ、電池との境目にシールが入ってるらしくて、これを引くと iPhone とペアリングになるはずです。引きます。はい、来ました。こちらに来ました。来ましたね。で、これで接続。何にしろ、鍵、財布、傘、自転車、手荷物、カスタム名でいきます。カスタム名で、猫ちゃんにつけるので、猫ちゃん大福の名前なので、続ける。あ、猫あった。猫。はい、これ猫。大福、接続中。はい、ということで、ペアリング終了。タグと、エアタグと、携帯が、ペアリングされたという形です。完了。OK です。これでもうこれを大福の方につけたいと思います。先ほどの、もう指紋がベタベタだけども、これ。これをもうここに入れちゃう。入れちゃう、入れちゃう。はい。はい。はい、入れました。これで、これで完了。これを今度、はい、君は寝ているのか横で、これの横で、俺の横で寝ている大福の首にこう装着していきます。これでお前を逃がさんぞ大福。お前をこれで逃がさんぞ。いいか、バッチしよう。